はい、皆さんこんにちは、青島です。今日はこちらです。なんとですね、まあ、視聴者さんですね、視聴者さんといいますか、X のフォロワーさんといいますかが、前から探してたものを見つけましたっていうですね、トミックスの3066高架橋2、これをですね、なんかご自身のお住まいの近くの模型屋さんかなんかで見つけられたんですかね、購入しましたということで送っていただきました。ありがとうございます。もちろん代金の方はね、お振り込みさせていただきました。お値段990円と、あとまあ送料がね、ちょっとかかりましたけれども、まさかですね、売ってると思わなかったですね、これね。ありがとうございます、本当に。探していたものが手に入りましたので、早速やっていきましょう。向こうですよね。向こうは、これをここら辺にこう、入れてあるんですよ。で、今回は、こっち側、右側ね、右側の、どこだ、ここら辺か。この区間になると思いますけれども、この3066をジオラマレイアウトに組み込みたいと思います。で、当然これ、まあ、木がね、木で作った土台ですけど、余分になるんで、ここら辺までカットしなきゃいけないんで、ね、これカットしましょう。で、当然ですがこれ橋脚がいりますので、橋脚も買ってきました。各務原イオンに入っている女子に売ってました。値段いくらだっけ、1179円かで買ってきました。これをね、使って橋脚を、入れると。でさらにこの土台、前から、まあ、このね、印刷した紙をここに貼ってあるんですけど、さすがに紙だとちょっと見た目がどうかなと思って、色も塗りましょう、これね、今回で塗るのはこれ合ってんのかな、これな、緑色買ってきちゃったけど、ピスタチオグリーンね。これ見る限りなんとなくこうコンクリートっぽくないですか。ダメかな。まあとりあえず塗ってみて、おかしかったらやめます。完全に緑なんだこれ、やめた方がいいかもしれないな。はい、か、部長ダメだと思ったらその時やめよう。はい、ということで今日は高架橋脚に差し替えるのと土台の色塗りをやってきます。ではまずこのね、土台どかさなきゃいけないんで、レール一回剥がしましょう。はい、レールをどかして上に貼ってあった紙を剥がしました。長さが違うんで、これ2つ長さが違うんで、不要な部分カットします。今印をここにつけました。この部分をカットして、でこうポッチが入る部分をちょっとカットして進めていこうと思います。どうしようかな。これ一応ね、両面テープで貼ってあるだけなんで、一回外そうと思えば簡単に外せるんですが、めんどくさいんでこのままいっちゃいますかね。このままノコギリで切れねえかな。ちょっとやってみます。はい、長さカットしてきました。では色塗り始めていきたいと思います。色塗り完成しました。とりあえず今塗ったばっかなんで、一晩乾かして明日ジオラマレイアウトの方に設置をしたいと思います。では明日まで待ちましょう。はい、乾いたので、レイアウトの方を戻してみました。いや乾いたら色めっちゃ緑ですね。乾く前はもうちょっとグレーに近かったと思ったんですけど、まあそれはそうですよね、グリーンって書いてあるんだからグリーンだよね。まあいいでしょう、今回はこの色で、まあ液はね OK とします。ではこれでようやく今回の本題といいますかね、メインの作業に移れます。こちらトミックスの3066、これをこの部分に設置していきましょう。なかなか一つの作業をやるのにね、一気に進まないですね。こうかで、こうですね。でまあ、こんな感じに挟まるということなんで、この下側にこいつですね、橋脚を取り付けていきます。今これ8本セットになったんですか。昔10本だったと思いますけど、今8本セットになっています。その前に買ったのは5本セットだったかな。実際どれが正解なんだ、現行品はどれなんですかね。まあ、多分これだと思いますけど、適当につけていきましょう。では最後にレールを乗っけて作業を終わらせましょう。はい、まあいいか、まあ臨時ですね、ここちょっとまあなかなかね微調整が難しいんで、とりあえず今回はこれで OK ということにしておきましょう。まあ何らか工夫します。ちょっとここカットしてね、なんかやったりとか、まあこれは工夫しましょう。はい、まあ、こんな感じかな、とりあえず、まあ、こんな感じで視聴者さんからいただいたこのね、ものを使ってなんとか作業を終えることができました。いやー、よかったです。ありがとうございました。
じゃあまた今後ね、ちょっと、どうしようかな。新幹線でも走らせて、次の動画ぐらいでね、遊んでみようかなと思います。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。はい、ここ少し、木を切りまして、全体的に中に入るようにしました。なので、ここね、ワイド PC レール使うことができました。さっきちょっと臨時でね、これ使ってたんですけど、なんとか、ワイド PC レール挿入できました。OK です。では、まあ、この後は、新幹線をね、走らせて遊ぼうと思いますが、今日の作業はここまでにしたいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。